お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら強化されたらスキキンの超枯渇デッキやっていきたいと思います。さあ、スキキンね、まあ、強化されたものの僕は信用してません。結構弱いタイプの、はい、キングだと思ってるので、まあ、なんかスキキンで削ろうっていうのではなく、まあ、スキキンはね、おとりですね。まあ、スケーブとかコウモリとか小物系が入ってますので、まあ、スキル使えそうなところでは使うんですけど、スキキンでとどめを刺すっていうかはバレルとか、まあ、ロイジャイでね、最終的に削り切れたらいいかなと思います。さあ、まあ、その中でやっていきたいと思います。さあ、よろしくねと。なんかスケルトンキングが入るデッキってまあ限られてるんですよ、マジで。今んところほんとスケルトンラッシュぐらいにしか入ってなくて、まあ、ディガーっぽいね、僕も一回紹介しましたけど、ぐらいで、待って待って、こやこや、え、ちょっと待って待って、やばい、最近待って、昨日の動画でもね、俺多分こやこやと、4分の2ぐらいでこやこやと当たったんですけど、またしてもこやこやのね、可能性があります。うわお、えぐくね。さあ、これなんかね、もう無視して攻めちゃった方がいいと思うんですよね、こういうの。変に防衛防衛に回ろうとするとね、こや系ってやっぱ厄介なんで、さあ、そしてこの浮きがね、相手は絶対きついと思うので、さあ、コウモリとかも追加してあげて、だって10コスト使ってるから、ね、言ったら、こやこやで。いやー、これでもめっちゃ来るなー。これやばいなー。やばいよねー。やばいよねー。でも折れたら熱い。やつい。さあ、鬼の許容のね、低めユニットで、プリンとか吹き矢とかね。さあ、この辺で我慢していきましょう。で、5打たれたんで、さあ、追いね。追いというか2周目ですね。さあ、吹き矢の代わりにプリンちゃん出してあげると。まあ、右側ダメージ受けてるんですけど、1本折ってるんで、まあ、しゃーなしかな。で、このデッキはね、だからマザネクとか、すごい厄介で、あとはメガナイトだったのかな、このスケキンの赤は昔ね、メガナイトからすごい使われてたのデッキを、まあ、スケキンにしたよっていう。まあ、スケキンね、まだ登場してないんですけど、まだ一度も登場してないんですけど、意外とね、あると思うんですよね。あると思います。さあ、頑張って。で、いや、いい。あの、ヤリゴブリンのさ、今の見た？あ、これスキル使えばよかったな、今。ヤリゴブさ、まあ、3体か2体か分かんないけど、範囲が広くなったことによって、ワンパンしたね。だから、意外となんか、ジャイ寄りよりかは、なんかダクプリ的な、ちょっと範囲攻撃的な、ユニットの立ち位置でやった方がいいかもね。で、しかもこれ今、相手あれなの、タルバを裂いたんですよ。僕の目が良ければ。そう、なので、攻めます。で、相手のファイスピードでさ、天才じゃね？え？何やってんだよ、マジかよ。まあ、俺のバレルの飛ばす位置が悪いのかもしれないんですけど、今のはね、泣きたいね。さあ、でも、耐えるしかないんで、ここ耐えましょう。気合で。さあ、スケルトン部隊めっちゃ頑張る。さあ、頑張るよ。いや、頑張るね。いやー、相手なんか、キングと当たってんじゃん。ナイス。で、これもう、あ、待って、ミスった。これ本当に、ミスってないです。ファイスピを抑えるためにね。さあ、歩かせます。さあ、最新ロイジャイ。いやもう僕は耐えるしかないと思ってます。僕はね、この生きる道。なんだよ、マザネクなのよね。まあ、スケキンでどうにかなるでしょ。さあ、いや、プリンス強いからな。いや、待って、やばい。痛い、頑張れ、頑張れ。さあ、これ、タルババ来そうだな。いや、来るよね。いや、俺、もう、すごいの。で、ここで、あえてあげるのよ。で、今、タルババ使ってるでしょ。だからこその、さあ、スキルを使って、見て、これよ、これ。来た、これ、絶対止まんね。いや、うまい。いや、いいね。さあ、スケルトンキングのね、スキル最後にね、輝いていきました。偽物これ。なんか、試合中活躍はね、今回なかったですけど、なんかこのデッキとは意外とね、相性がいい気がするんですよね、スケキン。なんか今までスケラデッキでよくやってたんだけど、こっちの方がね、組み合わせやすいというか、なんかスケキンプリンスとかでもね、やっぱプレッシャーになるし、ウッド超使わせるっていう意味でもね、さあ、その中で今回の相手は、あれですね、圧着衣ですね。圧着衣、僕もね、僕は結構ね、オワコンキャラになったと思ってます。はい。僕はね、結構みんなと意見割れちゃうこと多いんで、あんまちょっと怖いんですけど、僕は結構マジで、オワコンキャラだと思ってます。さあ、これも相手、ウッド使って、LSP 使って、GG マン。あー。俺の方が GG だったか。さあ、やばいぞ。なんだろう、スケルトン部隊見るよな。やばい。いやでも、スキキンハイなんですよね。これがね、またいい話なのよ。いやーでも、いやそう、地味にスキやっつけてんの。一体ずつ、ほら。いやー、なんかハイなんか、微妙だな。頑張ってくれよ。さあ、これスキル使うべきか、すごい迷うんですけど、使っとこうかな。使って、一旦テスラだけ壊してもらってね。このね、スキル使っちゃえば、スケキンがやられた後もスケが湧いてくれるのはまあいい話っすよね。さあ、非常にダメージ負けててピンチです。相手のデッキは何だったっけ？
ホグでしたね。ホグスケブ圧着いいか。まあ、8枚プリンとかで削っていきます。うん。フキアで、ホグはプリンスかスキャーミで守っていきたいね。圧着にスキャーミ使えたら熱いのと、テスラ今ないからロイ行ってもよかったかもね、ぶっちゃけ。まずプリンスから行こう。いや、これめっちゃ美味しいけどな、多分。LSP の関連先次第では。で、ここをまあ普通にね、組むじゃん。で、ウッドを使ったか覚えてないけど、ここでスキルを使って、ウッド系をね、使わせたいと。で、使ったら、バレルがね、刺さる。しかもこれ範囲がね、やっぱ広くなったことによって、ここのスケルトン部隊を突破できるのがやっぱ熱いね。ね、これ熱いよね。で、今、コスト絶対ないので、まあ、バレルもね、飛ばしてあげて、ウッド使ったんでね。いや、あれ？ちょっと待って。スケルトン部隊ちょっといいぞ。いや、マジで熱いよね、なんか。いやー、ウッドまで来るか。それはいいウッドだ。うん。いやー、これ落とされるかな。いや、でもプリンスのエムがいい。あれ？スケキン、ちょっと待ってよ。世界が変わるな。意外と。いや、このデッキではめっちゃいい気がするんだよな。俺、他のデッキ使った時に、スケキンであんま勝てないんだよね。下手なのかな、俺が。うん。いや、めっちゃいいウッドしてくんな。俺がなんか相手に合わせてるみたいになっちゃうよね。さあ、許容相手もね、受けが上手いですが。さあ、よいしょ。からのスキルもね、ちょっと使っていこうか。いや、このスキルはもったいないかな。全部一緒に行かれちゃうかもしれないけど。さあ、6体しか出ない。ちょっと少ないけど。いや、ナイス、ナイス。いや、マジで。デッキ次第では、なんかあるんだよな。やっぱ可能性感じるな。意外と。もう信用してなかったんだけどな。ちょっと待ってよ、これ変わってくるぞ。まあでも、相手がね、やっぱバルキリーとか、バルキリーだね、本当に顔面だ。バルキリー持ってただけで活躍できないんだけど、そのバルキリーとかを咲かせられるカードがあるじゃないですか、今回はね、これ、ハシマイプリンとかバレル、スケートン部隊とか、ロイとか。そのように使わせることによってやっぱ輝くので、なんか、スケキンとスケルトンラッシュだとね、じゃあスケキンにバルキリー、スケラにウッドとかでやっぱ終わりがちなんで、なんかこっちの方がね、組み合わせやすいというか、枯渇的な感じでね、ウッドを使わせるっていう意味ではね、まあ結構便利ですよね。さあ、あれこれ、相手結構暇してんね。ファイブ使ってきたね。まあ、いや、スキルこれ使うのはヤンキーだと思うんだけどな。新鋭隊ロイグっぽいな。LSP 来たらちょっと嫌だなとか思いながら。さあ、一旦我慢して、一旦我慢ね。で、新鋭隊ロイフの弱点はね、皆さんご存知でしょうか。プリンとフキアとスケルトン部隊です。わお、全部持ってる俺。さあ、そんなわけで。やだね、やめて。まあ、一旦ここはプリンとかで耐えます。さあ、バレル飛ばします。スケブでね、大抵守れるんですけど、柳雨があるんでね、まあ、ちょっと怖いですね。いや、当たるやないかい、本当に。で、オリーホーバー、新鋭隊ザッピー、サイクル的にホーバーできそうなんで、ここね、ハシマイスケキンからの、スキル使うとね、相手結構きついんじゃないかなっていう、新鋭隊があるんですけどね。いや、これ結構いいんじゃない？この地味にうざいっていう。相手ね、単体系とかしかないんでね。おー、なんかまあ、微妙だな。いや、頑張って相手やね。で、相手今回柳雨型なんで、コウモリがきついですね。で、これに、ロイとかいっちゃってね。したらまあ、檻と、もう一枚、ザッピーかホバとか。檻からの、やなめ、まあ、やなめ使ったら使ったでこれね回収できるんで、まあ、それで次今タルババのサイクルですね。タルババとまあなんかユニットなんで、これを、まあ、受けながらのスキルも1個貯めながらのさあいいですね。ここでスキルも使っていこう。スキルも使ってさあタゲ取ってるんでね。いや、フキアが残ったのはこのスキルのおかげ。あれ、なんか思ったより勝てるね。まだ勝ってないんだけど、なんか思ったよりいいよね。これさ、スケルトン部隊追加ってどうすか？エロくないですかこれ。全然。スケルトン部隊作っちゃったからさ。やばい。あ、すいません。ちょっと待って。エロくないとか意味わかんないこと言ってさ。一本おられたらこれやばい。待って、本当にやめてほしいな。ちょっとだけ勘弁。さあ、耐えれますね。いや、なんか、あれ？スキキン俺、結構、雑魚、もう超絶雑魚レベルぐらいの、ね、見方をしてるんですよ。マジで。それがね、思ったより頑張ってくれてて困るんだよね。思ったより頑張ってくれてるんだよね。え？ちょっとね、まあ今のところたまたま刺さってる。
たまたま刺さってるもあるけど、思ったより強いかもしれない。え？いや待って、どうなんだろうな。ちょっとバルキリーとか引きたいね。バルキリーウッドとか。どうなんだろうな。このデッキが結構いい説はある。さあ、ウッドスケア、いいね。さあ、スケキンね、今回活躍できるかどうか。いや、今んとこなんか悪くないんだよね。まあ、ウッド削る場所とかがね、多いからね、このデッキだと、まあ、特に。あと、まあ、4コスなんで、なんか一旦このナイト的なね、ああ、檻置かれて暇だな。じゃあ、スケキン合わせとくか、で使えるのは、まあまあまあ、いい話、いい話。だけど、ちょっと待てよ、これ。マンサネクだけはちょっと嫌なんだよな、俺。じゃ、暇なんで、コウモリぐらいね、そう、豚にされないように出してあげて。ああ、これ、流行りのね、流行りのってか、めっちゃ流行ったらお服っすね。ウッドないんで、これ。やばい。吐きそう。いや、プリン天才。いやー、頑張れる。プリン残ってほしいな。いや、思ったより頑張ったな、ユニットたち。で、ここはね、檻もスケもあるので、あんま通らない。で、ウッドファイボですね。ってなったら、今回がね、まあ、難易度ね、鬼です。鬼ですが、ここは、キングで回収して、この豚もね、霊気吸い取ってくれるよね。いいね。いいよ、いいよ、いいよ。さあ、これ、コウモリが相手きついので、バレルコウモリと。いや、これ、バレる後だな。スキルを使います、先に。スキルを使って、からの、いや、待って、これ、あっちにだけが行ってね。いや、行ってるんだけど、いや、スケドラ吐きそうだな。スケドラやばいなこれ。さあプリン、いやプリンマジで大事で、僕多分相手と逆サイドが正直いいので、逆にね組んでいきます。まあ、ウッド使ってからのスケキンのスキルでワンチャンがありそうなんだけど、あの相手がねあれなんですよね、スケドラがね、スケドラがやばい、ね、まだ、あ、吹き矢とかねコウモリ系で頑張りたい。いやーこれ一回行ってもよかったかなー、今。なかなかなんか、相手によってはね、まあまあまあ、それは、クララワ城か。お、これ熱いんじゃない？いや、全部死んじゃった。マジか。全然熱くね。攻めます。いっぱい行こう、いっぱい行こう。いっぱい行こう。ゴー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 。いや、コウモリマジである。いや、マジである、これマジである。単純になんかめっちゃぶっ刺さってんだよな、ロイとかが。いや、マジである、マジである。さあ、守れ、守れ、守れ。いや、これだって相手突破できないでしょ。で、これ、豚にされるの嫌なので、スケキンに蓋します。で、ウッド使ったよね。これ、いや、これ決まったっしょ。ゴーゴーバモスじゃない？ああ、これはでもなんで勝ったんだよっていう。相手がまあ、ちょっとやってたっていう。相手が攻めファイボも攻めウッドもやってたっていう。まあ、こんだけね、吹き矢とかコウモリとかあれば、スケブとかあれば、ウッド近くなるんですよね、そりゃ。まあ、スケルトンキングのおかげで勝てたわけじゃないよねっていう。話、そういう話だよね、でも。さあ、スケキンで、まあ、よろしくぞ。スケキンあれっすね。まあ、なんかキャラの性能的に、スケキンが、ね、スキルあるもののぶっ刺さって勝つっていうのは結構むずいのかもしれないね。だからもう本当におとり役としては優秀みたいなね。それこそこのデッキでウッドとか使わせてみたいな。なんかそんな気がするな。なんか僕の中でスケキンで勝とうっていうのがね、やっぱあったんですよ。なんか不可能ですね、それは。こいつじゃ、こいつは無理だ。さあ、ですが、いいおとり役、そしてこういう受けとしては、火力も上がったしね、優秀ではないのか。いや、頑張れるよ。いや、待って、メガナイトに対面負けないでほしいの。いや、待って、メガナイト、あ、俺のスケキンの位置が悪いな。逆サイタワーが殴ってきてくれてないっすね、今。さあ、そして今回、小屋小屋、やばいね。小屋小屋ってこんなに流行ってんだね、みんな。ね。びっくりする。怖いもん。最近ね、俺の動画、小屋小屋しか当たんないよね、みんな。みんな怖いよね、もう。クララが小屋に染まってきてる。最悪だ。いや、このプリンス熱い。いやー。いや、でも、相手でこのロイジャイの受けがね、地味にきつそうなんで、もうロイジャイ出しまくりゲーミングで、なんとかなってる。で、あとはマザネクとかもあるんで、あんまりなんかコウモリとか出さなくていいっすよね。さあ、吹き矢でプレッシャー。まあ、スケキンか。今回相手のカード的に、
まあ、マザネクいないタイミングと、まあ、マザネクいなければか。タルババ咲いたタイミング、マザネク咲いたタイミングだったら、あ、マザネクじゃない、圧着だから、ぶっ刺さる可能性もある。あ、でもマザネクの可能性まだあるのかな。うん、タイミング次第であるよね。さあ、ここまあ、すきあめで美味しくいただいていこう。圧着ね。さあ、透明化コーナー、あ、あるんかいって感じなんですけど。まあ、プリンでちょっと攻めながら、まあ、ここはさすがに最強のプリンスで行って、こっちをスケキン、いや、いいね。こうスケキンの地味なプレッシャーね。からの、ここでスキルを使います。で、スキルを使って、こっちにタルババケをね、やっぱ使わせたいよねっていう話？いや、このスケキンのプレッシャーよ。スケキンのプレッシャーにね、押されて、相手苦しい、相手苦しい。全てが苦しい。いや、しかもバレルね、奥にやってんの、実はあれ。見えなかったでしょ。さあ。いいね。まあまあまあ、スケキンじゃなくても。じゃなくてもいいみたいなところあったけど、まあなんか意外といいのかな。4コスの程よい盾として、は、なんか思ったより勝ててびっくりしてるんですよね、僕今日。なんかスケキン使ったら、まあある程度は負けるよなっていう思いがあった中でのこの勝利なので、意外とこの枯渇とすごい組み合わせ的には強いのかもしれないね。はい、まあそんなわけで、今日は枯渇スケキンやったんすけど、昨日の動画だと僕は結構評価下げてたんですけど、まあデッキ次第と、まあもうちょっと様子見ないとわかんないんですけど、意外と悪くはないのかなっていう気もちょっとだけしたね。ほんのちょっとだけね。まあなんでちょっと皆さんもね、スケキン持ってるよっていう方はぜひちょっとこちらのデッキ試してもらって、まあ、持ってない方はね、スケキンもバルキリーとか入れとけばボコボコにできるんで、はい、ぜひバルキリー入れてください。ぜひね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。